どうもヒロードです。今回はクレヨンしんちゃんから野原しんのすけ、ヒロシ、ミサイの作り方を紹介します。今回肌の色や服の色がめんどくさいかなと思います。なのでね、完璧にこの色にするんじゃなくて似た色を使うっていうのでも全然いいと思います。化粧はアイシャドウのみ、肌の色をペーストします。明るさはマックスです。防具は足のみ、同じく明るさがマックスです。ヒロシはしんのすけをコピーして改造した方が楽だと思います。眉毛の色は髪の色にも使用します。ヒゲの色は緑色のランにしています。化粧はアイシャドウのみ、肌の色をペーストします。身長は180センチです。上着がだいたい青か水色の青系ですね。下着は茶色とかね、白とかですね。靴の明るさを半分にしています。髪型はお好きにしてもらえればと思います。アイシャドウは肌の色をペーストします。身長は159センチです。
上着はだいたいピンク色を着ています。この色はプリセットの水色から作ると楽だと思います。はい、以上です。要望や感想がありましたら気軽にコメントしてください。ご視聴ありがとうございました。